とね、あの GACKT さんがずっと GACKT さんなんですよ。ただこのね、名札の達也が蔦屋に見えてしまうんですよね。レンタルしませんし、でもレンタルにしか見えないんですよ、これ。あの達也さん、はい、どうでしたか。まあ、今年あの20周年なんで、はい、いや似てる似てる、喋り方も似てる。あの蔦屋でね、はい、飛んで埼玉も借りていただいて、借りて、あ、借りていただいて、はい、実際に GACKT さんから公認もらったんですか。あの普段のトレーニングを一緒に、おお、だからかやっていただいて、マッチョやな思ったら、はい、あのこのブレスレットを、怖そうや、それ本人からもらった。そうですね。そうか、わかりました。さあ、それでは鶴太郎